まりまり、よろしくお願いします。チャンネル登録してね。よろしくお願いします。ありがとうございました。よろしく。やっほー、みんな、お知らせがあります。今後、イラストの NFT 販売、音楽の配信、T シャツなどのグッズ販売もします。YouTube の説明欄、Twitter などをぜひチェックしてみてください。とってもワクワクなものがいっぱい売ってます。よろしくお願いします。中には限定商品もあります。何か特典あるんですか、アカネキャス様。デートができるよ。はい、てて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 、いやいやいや、はい。トロロです。いやいやよ。キラーが3人寄ってきた。いやいやいや、アカネキャス様です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日もデトワイデライトモバイルをやっていきたいと思います。はーい。はい。今回は、ルームです。はい。ルームで、おはようさんがキラ。めっちゃ強いんだから、おはようちゃん。はい。まあ、当然のごとく、赤1ということで。まあ、当然のごとし。はい。で、まあ、エース君とトラちゃんジジと。そうだね。ということで。うん。エース君とトラちゃんがうまいから、ちょっと甘えちゃおうかな。うまいさん、はい。これあれですね、新キャラのブライトですね。あ、イノブタか。イノブタ？突進してきますからね。ブヒッみたいな、なんかさ、イノシシっぽいみたいな鳴き声するじゃん。いや、わかんない。しないでしょ。え、するするする。イノシシ。はい、使うのはすごい難しいんですけど、かなり強い。練習して。かなり強いです、マジで。はい。足の速度がものすごい速いですよね。やばいよね。いろんなとこぶつかってさ、はい、ぶつかったところがさ、そうそうそう、なんか白くなってたりするんだよね。そう。うん。ここにぶつかったよみたいな。かなり強いです。マジで。あれ、なんかシュポって聞こえるけど、あれ薬打ってんの？そう。はい。どうなる薬あれ？あれを打つと速くなります。速くなるために打ってんの？じゃああれ打たなかったら普通にブヒブヒ言ってるだけの。まあそうだね。え、そうなんだ。そうだね。それやってほしい。それただのぬるゲーになる。いや、それで強かったらおもろい。はい、やばい。あー、やばいやばいやばい。助けに行きたいけど、ちょっとやばいんじゃないかな。あ、いけるいける。よしよしよし。ファイト。いけるいける。OKOK。あ、鋼行さんは来てたのね。うん、足も来てたよ。はい。みんなで協力してね。はい。頑張ってやっていきましょう。はい。しかし発電機周りがね、やっぱりね、おはようさんうまいですね。おはようちゃん完璧やねん。サバイバーもキラーも両方1だったはず、うん、すごいね。え、飛んできたわ。飛んできたか。おはようちゃんの特性やから、飛んでくるって。そうやな、はい。サバの時も飛んでくるし、はい、キラーの時も飛んでくるんか。めっちゃ飛んでくるやん。うん、はい。このエース君もすごい上手い方ですね。めっちゃ上手いよね、はい、本当に。いや、なんか私ぶっちゃけ下手なのに、フレンドでいてくれる、はい、た人たち、うん、マジありがとうって感じ。確かに。うん、感謝してます、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、うん、トラちゃん NG にちょっと、はい、ウルトラマンなんじゃないかっていう話をしてましたよね。世界を救っていくということでね。うん、そうそうそう。なんか制限時間があったりとかね。制限時間が、そう、何時までにはもう、そう、あれなんでやめなきゃいけないんでとか。ああ、なるほどね。ってやだなーって。ごめん、ちょっと私の声に共鳴して、はい、猫が鳴いております。許してくださいね。可愛いよ。可愛いですよね、この鳴き声。聞こえます、トラパッツさん。はい。で、じゃあまあやっていきますよ。はいはい。あ、まだやられてますね。今度エース君がやられましたね。いや、マジ強いわ。しかし発電機が1台は回ってないということは、かなり発電機回りがうまいんじゃないか。うまいな、ということですかね。すごいよ。おはようちゃんって女の子だよ。うん。すごいですね。いやー、しかも多分ね、うん、想像だけどめっちゃ可愛いと思う。へえ。うん。あ、そうなんですね。うん。結構デトバのモバイル自体はね、女性のユーザー多いですからね。ああ、
え、そうなの、そうだよね。はい、多いですね。多いよね。リンちゃん使いの方とかもいましたからね、過去に。リンちゃん使いの女性の人。そう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 。女の子？そうそうそう。あかり教授さんも。いや、それはすごい。あかり教授さんはしばかれとったよ。いや、それはしばかれるわ。秒で。しばかれるわな。はい。いや、リンちゃんのチェイスが本当無理で、私。いや、わかる。難しいよね。あの、隠れるばっかしてる、私。いや、まあランキングで、デトバのモバイルのランキングで単純に、うん、そのアドオンなしで、うん、こう、なんていうの？あの、はい、評価してるサイトとかあるんですけど、うんうんうん、やっぱりね、1位がリンちゃんと。2位が、イヌブタ？まあ2位はもう同列ナースとか、うん、イヌブタ？まあそうですね。入ると思います。完全にリンちゃんが特化してるんですよね。SSS みたいな。あー、 SSS キャラ、はい、そう、めっちゃ強いんですよ。辛いな、それは。あかり教授さんやられてますけど大丈夫ですか？まあほっといてくれや。やられたんだよ。大丈夫ですか？まあでもまだ1釣りなんでね。はい、うん、で今回あれですね、みんな結構アイテムガチガチに持ってきて僕たちはやっていますと、うん、まあ完全にランクマの感じで、はい、仕様でやってますと。いや、ランクマにもこんな強い人いないよ。いや、いるですけど。いや、なかなかここまでの強さは、ね、いないよ。まあでもね、おはようちゃんがランクマでキラーだったらマジで泣いちゃう。まあでもヤサオニとかしてくれそう。あ、そうだね。知ってる人ヤサオニしてくれがち、これあるあるよね。確かに。うん。なんか優しいなと思ったら、まあやっぱりかみたいな時あるもんね。そうそう、あるある。うん。ああ、やっぱりかみたいな。それでもなんか普通になんか、まあ、全く知らない人なのにヤサオニしてくれる人とかもね、うん、いるから。いますね、確かに。マジですごい心が豊かなんだろうなと。まあ、でもランクマでは今いないからね。まあランクマって必死ですからね、皆さん。来てたら、はい、あの多分成人かなって。うん。確かに。みんなのランクを上げようねって。はい。優しすぎ。あかり教授さんはランクマはやらないんですか？やりたいけど、下がんの怖すぎんぎ。あ、ごめん、やがみ子が。今どれぐらいですか？4。赤4で赤3とかは目指せないんですか？目指せないんじゃないかな。そんなことないんじゃない？運良ければ一回なれるかもしんないけど、うん、運が良ければね。いや、でも赤1とかいけるんじゃないの？無理だって。いや、もうだからクイックで楽しむ分、もういっぱいいっぱいクイックをやりまくって、うん、ほんとチェイスとかもね、100秒余裕でできますみたいな、リンちゃん相手でも、うん、100秒余裕でできますぐらいになったら、うん、いいかもしんない。なるほどね。うん、さすがにチェイスがね。はい、まあ僕もね、赤いチなれるとは思うんですけど、結構しんどいですよね、強いからキラーが。うん、はい、キラーやってる方なんかすごい頑張ってる。前が、ああ、すみません、うまい方がね、多いですから。ほんとね、めっちゃうまいもんね。うん、赤一目指すだけでも本当に大変だということでね。うん、完全に多分ランキング入ってる方たちって完全にボイスでパーティー組んでたりとか。あ、え、だから多分単純に、本当に単純に、うん、ランクマで赤一で米をあげるんだったら、全員癒しの輪とシャドウステップとか、いや、全員癒しのは確定で持っていくとかさ、なんか、うん、ねえ、ボイスありで、例えばなんか釣られそうになったら、え、でもさ、これはボイスがないからこその良さじゃないの？って思うじゃないですか。うん。それは、まあ我々はボイスなしでちゃんと楽しんでいる、純粋にゲームを楽しんでいる。うん。ってところではあるんですけど、だってボイスつけちゃったらズルになっちゃうでしょ？まあそこがね、結構本家でもそのモバイルでも、まあ意見分かれるとこなんですよね、うん、論争が起きるところ。やっぱりパーティーでボイスありでやっぱずるいっていう人もいれば、別に喋っていいじゃないかと、うん、
いうところもいる、まあ、あるんですよね。ゲームは、まあ、全部そうだよね。ぷよぷよでも別に喋っててもいいもんね。ぷよぷよ、テトリスでもぷよぷよテトリスでも別にね、ボイチャーしながらやってもええもんね。いや単純にボイスチャットありだと、例えばここにキラーいるよって分かったら、あと全員発電機すぐ回せるじゃないですか。でもぶっ飛んでくる、まあまあいるけど、キラーも。でも単純にその例えば発電機を探す時間とか、うん、そういう助けに行く救助、今キラーいなくなったとか、そういうのでもう本当に数秒から数分変わってくるんで。でも結局ね、私もしそういうパラレルだったりとか、うん、ディスコで繋がっても、うん、方向音痴すぎてあのどこのやつみたいな、なんか、うん、どこどこって言われても、え、それってどこみたいなずっとそんなになっちゃうから多分意味ないと思う。私をディスコに入れないことを勧める。てかエース君やられてる。うわ、来た来た、やばいんちゃうそれ。でも足速いよねブライトね。ブライトっていう名前が合ってないんだけどいや強いのよこのキラー、イノブタ。うん、すげえどっか走ってったおはようさん、すげえどっか走ってった。あ、そっか、あのイノブタって言わんとこ、おはようちゃん、ええ、うん、強いですね。おはようちゃんマジでもう、うん、なんかどうやってんだろうね、手元見してほしい、おはようちゃんの。うんうん、うん、まあ、すごいね、やっぱこうなんだろうね、みんなやり込んでるよね、なかなかね、なかなかにね。単純にキラー赤い血まで持っていくのってかなり時間かかるからね、そのマッチングも結構遅かったりするんで、うん、キラーって。いやそれほんまそれやで、めっちゃ遅いよ私も、うん、キラーでやったけど、うん、うん、なんかね秒でマッチングするってわけじゃないんで、いやだから単純にサバイバー人数が少ねえのかなっていうそこ4人必要ですからね。はい、そっかそっか、そうそうそう、うん、だと思うんですけど、強っめっちゃ強いやん、めっちゃ強い。はい、ありがとうございました、おはようさん。皆さん、まあ、頑張ってくださいということで、あがるゆうさんもうやられてるじゃないですかまあ黙ってましたけど、もうはやちゃんの強さにはかないませんわ確かに。はい、うん、ではトラちゃんが最後にね、トラちゃんの画面見てたらマジ酔うんだけど私トラちゃんね、いつも見るんだけどマジで酔うのよ。トラちゃんも赤い血ぐらいもう全然ある、腕ありますからね、このチェイス力はありますね、うん、ああさすがにね、あすごい、おはようさんを手こずっているのかなというところで、ね、あーすごいよさすがにおはようさんも手こずってそうだよね。トラちゃんすげえなーってなって、うん、あえ手飛ばない、あさすが、そうなのよワイヤーとちょっと違うんよ、ね、やっぱチェイスの仕方がな、うわうまい、ここでまだまだ、わーさすが、いやもうお疲れ様でした。この壮大な宇宙の中でこのチャンネルを見つけてくれてありがとう。これが君の人生の中で何か一つでも役に立つことを心から願う。グッドボタン、チャンネル登録してもらえるととっても励みになります。よろしくお願いします。 Twitter や Instagram などの SNS のフォローもよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。あちらに見えますのが天秤座でございます。それでは皆さん、また次回お会いいたしましょう。 See you next time. イントロスのルーレイ。